白い恋人パークのハロウィンイベントではこのような大きいかぼちゃの馬車も置いてあるんです。人気の観光地はここもあそこも建物の外も中もかぼちゃかぼちゃまたかぼちゃ。映える写真を狙ってハロウィンを満喫する姿もあちこちに。めっちゃ写真映えするような感じだったんですごい良かったです。すごいよね。本格的だよね。本格的ですね。ハロウィンを象徴しているような感じで。施設にとってハロウィンはもはや10月の集客には欠かせないイベントに成熟しています。自慢のスイーツを多くの客にアピールできる絶好の機会。キーワードはここでしか、そして今しかです。看板商品のホワイトチョコレートをふんだんに使った黒猫とお化けをイメージしたスイーツの中にはかぼちゃのホイップクリームたっぷり。ホワイトチョコレートのソフトクリームの甘さの中にパンプキンのホイップクリームがアクセントになっていてとっても美味しいです。白い恋人パークの美味しいスイーツだったり綺麗な景色ですねをもっとたくさんのお客様に知っていただきたいという思いがあります。札幌市内の総合ディスカウントストアでは実に2万点ものハロウィーングッズが並んでいました。定番の女性向けのコスチュームは必需品。今年の売れ筋はペアルックです。ちょっとメイドをイメージした商品になるかなと思います。着やすい衣装なのかなっていうふうには思いますので、パッケージにも表記しているような2人でこう着られるようなのをおそらくテーマにしているかな。これかわいいよ。店を訪れる買い物客も友人同士で衣装選びを楽しむ姿が目立ちます。白ウサギを着たいと思っていたので。ハロウィンって毎年やってます？あ、そうです、はい、毎年やってます。普段着れない可愛い服とか着れるし、服が楽しいです。コスプレイベント自体ももうなくなっちゃってたりもあったんで、うん、なんかやっとなんかできたなって感じが、ね、さらに動物の耳や手などを衣装にプラスしてつけるのも最近流行りのスタイルです。去年のキツネダンスの何かをつけて踊られるっていうものが結構多かったので、衣装と一緒に何かつけてお客様をお買い求めいただくっていうのも実はありますね。非日常を楽しむハロウィーンのイベント、店にとっても買い物客にとってもクリスマスなどに並ぶ一大商戦です。